はい、今回はですね、いろんなゲームというのをね、まあ紹介していて、まあ実はちょっと私はね、まあある意味ちょっとゲーマーみたいに、ゲーマーとしてっていうかね、まあプロっていう、ものすごいプロっていうわけでもないんだけども、まあこの際だからね、今インターネットゲームがあって、もうこの頃の時代と比べたら今ずいぶん便利な時代だね、なんていうのかな、こう、今インターネットを使って、遠くにいる友達とゲームをしたりできるでしょ。でもこの時代の大昔のゲームっていうのは、友達とゲームでできますよって言って、今みたいにネットなんてものがないから、要するに、もう身近に友達がいる人で、その友達を家に呼んで、それでゲームをやるっていう、すごいシンプルな時代だったんですよね。うん、今のこの時代からしたらちょっと考えられないですね。だから今の小学生、中学生からしたら考えられないような時代ですよ。うん。要するに友達を家に呼んで一緒にそうじゃないとゲームができねえっていうこと自体のスタイル自体が考えられないっていう、なんだよね。うん。でも大昔はそうだった。で、しかもこれ、一番これなんですよ。ファイナルファンタジーでして、これ一番初期のものなんですね。で、ファイナルファンタジーっていうのは、これが一番最初で今、10いくつぐらいあるんですよ。もう10歳以上あるんですよね、今。で、今のファイナルファンタジーってもうネットゲームだから、インターネットで一人でこう、昔はこうやって一人でやるゲームだったんだけど、ネットの遠くにいる友達と呼んで、ネットにいる遠くの友達と一緒にそのストーリーを進めていったりとかできますよっていうやり方なんですよね。うん。だけどこの時代のやつは、なんていうの、一人でやる、主に一人でやるゲームだったんです。一人で家にいて、一人でコソコソってやるっていうゲームだったのね。うん。で、そんな声です。で、しかもファイナルファンタジーって一番最初は今でこそプレイステーションのね、ソフトとかで発売されてるようなイメージが強いけども、まあ、最近だって任天堂の方でもね、全体として任天堂の方でも出されてるけども、もともとは任天堂が出してたんですよ。もともとは任天堂の会社が、任天堂の会社の許可のもと、ファイナルファンタジーの会社が出してたんですね。で、その後、確か、あれだね、スーパーファミコンになって、スーパーファミコンから任天堂64になる、まだ64というものがまだ発売される前ですよ。に時に、ソニーの方で、このプレイステーションって一番初期のやつが出たんですね、90年代ぐらいの時に、初期の時に。で、そうすると、まあ、当時、今、プレイステーションの方が若干なんだけども、当時、ファミコンとかスーパーファミコン、ファミコンと比べて、ファミコン、スーパーに比べて、まあ、任天堂の、プレイステーションの方が、若干ちょっと性能とかが、ちょっと上だったんですよね。で、それで、まあ、この、ファイナルファンタジー作ってる会社も、今までは任天堂の会社にこう、やってたんだけど、まあ、任天堂の会社から、まあ、プレイステーションのソフトへとこう切り替えてったんですね、一時的に。それがだいたいファイナルファンタジーの、第6ぐらいまで、ファイナルファンタジーって今随分あるんだけど、6ぐらいまでは、ファイナルファンタジーの普通の、ニンテンドーと関係しててやってたんですよね。ところが7ぐらいから、まあ、3D に、というのも 3D になりたいっていうのがあったんですよね。3D になりたいじゃない、3D を使いたいっていうのがあって。うん。まあ、今の 3D とはちょっと違うんだけど、まあ、当時で言ったら 2D なんて言われてたから。で、もっとこう、立体的なものを作りたいっていうのがあって、で、そうすると今まで任天堂にずっとね、6までずっとやってたんだけど、6までずっとシリーズ続けてやってたけど、もうちょっとこう、今までのファイナルファンタジーをさらに超えたものを作りたいっていうことで、3D 化にしたい、立体的にしたいっていう風になった時に、ちょっと、任天堂の当時のスーパーの技術では、難しいと。うん、で、それで、まあ、当時、スーパーファミコンって言ったら、今で言ったらちょっとお粗末に聞こえるかもしれないけど、非常に雑だったんですよね。非常に分かりやすいっていうか、雑だったんですよ。で、当時はそのぐらいのしか技術しかなかったんですね。
で、後に64というのが出てきて、まあ、64というのが出てきたときにまあ立体的になって 3D になった。だから64が出て当時やってた方にしてみれば、もうあれだっても20数年、もう随分昔なんだけども、64が出て 3D になった時にすごいびっくりしたね。任天堂のソフトって今まで、ね、本当にこう、絵が動く、もう漫画形式っていうか、そういう風な感じのようなやり方だったのが、3D になって動くんだ、みたいなね。あれですっごい驚いたわけ。で、それでファイナルファンタジーっていうのは、まだ任天堂64っていうのがまだ発売されてたしかなかったから、記憶に新しいとね。だから、まあ、任天堂、あの、ファイナルファンタジーが、7というのが出た。まあ、これ、後に名作って言われるんだけど、それが出たときに、3D の立体的なものにしたい、立体的な映像とかを取り組んでやりたいということで、まあ、当時の任天堂はダメだということで、任天堂が見限って、で、プレイステーションの方に移ったんですよ。ところがそこからさらに時代が進んでいくと、まあ、やがてそこから任天堂64が出て、立体的なゲームができるようになり、そしてさらにもっとこう進化した。今ものすごいね、もう実際の世界とあまり変わらないんじゃないかってぐらいのになってきてるじゃない。で、そうするともうそういう時代になってきてるから、まあ、あの、ファイナルファンタジーの会社も、まあ今の時代だったらもう、当時のこの初期の頃に比べて立体、随分立体的になってるどころか、あまりにも立体すぎて、実際とそのゲームの世界がわかんねえっていうぐらいまでになってきてるから、まあそのぐらいの技術になってきてればもう、任天堂のところにね、また契約をしても、まあ大丈夫だろうということで、任天堂の方にまた移ったんです。任天堂の方でも発売されるようになったんですよね。うん。で、そんな経歴が確かあったんです。ただ、ファイナルファンタジーってのは一番最初ですよ。で、一番初期ってのはファミコンが、スーパーファミコンが確か一番初期だったので、で、それがこの、後に、じゃプレイステーション版の同じファイナルファンタジー初代でも、プレイステーション版と、スーパーファミコンのやつ、一体何が違うんだっていうと、まあ、まずプレイステーションのやつは、スーパーファミコンの箱の絵が描いてあってね、ちゃんとそれぞれの絵が描いてあるんだけど、まあ、スーパーファミコンっていう、プレイステーションっていうのは、こう、当時、こう、紙だったんですね。紙にこう、描かれてるんですね。で、薄っぺらい紙に描かれてる。ところが、スーパーファミコンも紙って言えば紙だけど、でもそれは箱なんですよ。で、その箱にこう、きちんと、当時のね、ファイナルファンタジーって絵とか手掛けた人が、こう、全体的に描いて、それがまあ、なんていうのかな、64の次のゲームキューブぐらいまでの時代まで出てくるんだけど、まあそういうふうに独特な絵の描き方っていうのは、そういうのが良かったんですよ、箱の絵が感じがね。ところが、その、まあ、プレイステーションとかどうしてもやっぱりこういう CD みたいな感じで、CD のケースみたいな感じになってて、プラスチックになっててね。で、そこにこう薄いこう紙っていうのがあって、そこにこうポンとこう置く感じ。で、説明書の上にこういう風に絵を描いて、ポンってこれを置くっていう感じだったんですね。うん。まあ、そこの明らかに見たら違う。ただ、思いの決定的な違いっていうのが、スーパーファミコンと何が違うかって、スーパーファミコンの場合は実はオープニングってのなかったらしいんですよね。うん。オープニング映像ってのがなくて、このファイナルファンタジーとこのプレイステーション版だとオープニング映像ってのが出てくるらしいんですよ。だから、最初のオープニングっていうのはないんですよね。これびっくりするかもしれないけど、今だったらゲームのオープニングだとかね、もうエンディングももちろんそうだし、もうそれが当たり前のようにあるじゃない。ところが昔はエンディングというものがあって、オープニングが存在しないとか今じゃ考えられないんだけど、そういったものがないわけですよ。じゃあオープニングが存在しないといきなり物語の始まりの場面が描かれるんですよね。うん、普通オープニングが始まって、オープニングから、じゃあこの世界はこういう世界ですっていうストーリーが始まるじゃないですか。ところが、昔のやつはオープニングっていうのがなかったんですよ。ところが、それが後にちょっとこれが後に出てきた時に少しちょっとパワーアップしてまして、オープニングというものがなかったんですけど、この時代にこのプレイステーション版に合うとオープニングっていうのが、しかもその立体映像としてこう出てるっていうのがあったんですね。で、後にこのファイナルファンタジーというのがすごく人気が出て、シリーズがたくさん続いたんです。
で、そしてすごくたくさん続いて、で、その時にその確か最近、まあ最近言ったらもう十何年昔だけど、ファイナルファンタジーの歴代の、ファイナルファンタジーのキャラクター、主人公を務めるキャラクターがいろいろいるんだけど、その人たちが一つの、まあ、でかい世界に、まあ、それぞれ世界が違うんだけど、ファイナルファンタジー2、3ってね。だから結局、ファイナルファンタジーってのは後を継いでるってわけじゃないの。だから、ある意味そこは仮面ライダーとか、ああいう系列なんですよ。仮面ライダーみたいな系列で、要するに後を継いでるわけじゃないんですよね。一人一人の主人公が全く別の星なんですよ。全く別の星に、いるんです。で、その星がもう荒れ果ててるから、その荒れ果てた世界を、一つにしましょうみたいなね。そういう魔物っていうか悪と倒して一つにしてしましょうっていう、かつての輝いていた世界を取り戻しましょうっていう感じになっていくんですよね。だからファイナルファンタジーの主人公っていうのは2、3っていくうちに主人公が全く違う星の人間なの。つまり宇宙人なわけですよ。まあまた我らみたいだね。うん、で、そういう風になってる。だから、その歴代のファイナルファンタジーで、一番歴代の初代からもう、今の現代までのぐらいかな、まだ全員集合して、一つのものすごい悪も、まあそういう指令した悪も、その星一つ一つの星で、すごい敵キャラとしてワンサがいるわけ。で、そいつらが、同盟を組んでね、協力しやがってね、で、そんで一つ協力しやがって、ちょっと言葉悪くて申し訳ない、協力して、もうものすごいファイナルファンタジーにそういう主人公に恨みを持ってるから、もう、仕返しをしてやれってきたわけ。で、そこでそうすると、それに対抗して、ファイナルファンタジーは世界各地にいる、ファイナルファンタジー主人公、歴代の主人公を呼んできて、で、そしてみんなで一つで、なって、その、各それぞれの星に行く、もうボスですよね。で、そいつらをやっつけに行こうっていう話になってくるんですよ。最終的な話になるとね。ただ、この時の時代までは、まだそういう作品も生まれてなかったから、もう初代なんです。だから まさかそういう名作ができるっていうのは、この時代のこともあんまりね、当時ではまさかこれほど長くまでシリーズが続くとはちょっと思ってなかったんじゃないですかね。だから後にそのドラクエっていうのも、まあ確かこの時代ぐらいにドラクエもできたんじゃないかな。で、ドラクエっていうのがあって、当時はドラクエとファイナルファンタジーって争ってたんですよ。だからそのうちのうちにあれだったかな。会社が合併したんだよね。確かドラクエの会社とファイナルファンタジーの会社。ファイナルファンタジーがスクエアニックス、もう一つは何とかって言ったんだけど、まあ、それが確か合併したんですよ。で、一つになったんですよね。だから昔はドラクエとファイナルファンタジーって別のゲーム会社だったから、それがよく争ってたんですよね。で、ドラクエも同じように任天堂から出されてるし、プレイステーションからも出されてるから、すごくそれでこう争いを競い合ってたんですね。だから当時、私は当時これが新品だった当時、よく子供たちの中でね、ドラクエやるのかファイナルファンタジーやるのかって言って、どっちの方が優れてるかみたいな競争みたいな、子供ってそういうちょっとしたことで喧嘩になるっていうかね、もう単純なことで喧嘩になったりするんですよ。だから、なんていうのかね、こう、ファイナルファンタジーの方が優れてんだって言うと、何言ってんだ、ドラクエの方が面白いんだとか言いまして、で、何言って言うふうに、まあ、喧嘩が勝手にするようなやつもいるし、まあ、どっちでもいいねっていうふうな子もいるわけですよ。だから、そういうふうなもんですかね。だから、当時、全体的に子供たちの中だったら、ファイナルファンタジーやるか、それともドラクエの方がいいかっていうふうに二つで分かれる。まあ、どっちもいいです。私みたいにどっちもいいなっていう人もいたんだけどね。だそういうふうな、まあ、自分の場合はやっぱりドラクエってのは正直言ってやったことがないんですよ。ドラクエは昔、ちょっとやったことがないなっていうぐらいで、ドラクエが実際どんなゲームなのかっていうのはやったことがない。ちらっと見ただけでね。だから、どっちかというと私はドラクエってあんまりやったことないから、まあファイナルファンタジーでずっとやってたんだけど、まあファイナルファンタジーもその一番初期からずっと私もやってたわけじゃなくて、
セブンぐらいからちょこちょこ、まあほんの少しですよね。ちょこちょこってやったぐらい程度だね。だからストーリークリアしたのが、セブンがストーリークリアして、全部クリアしてね。で、その後はまだちょっとクリアしてなかったんですけどね。ただそれも徐々にクリアしていこうかなと思います。で、ファイナルファンタジーっていうのも、まあ、それも、この当時はあったんだけど、うちは当時は、ちょっと家庭的にちょっと当時貧しかったんで、買えなかったんですね。何しろ当時、これは当時の新品での値段だとすると、だいたいね、3800円。税込みで3800円だった。だからファミコン、スーパーファミコンだともうちょっと5000円ぐらいしてたかもしれないね。うん、ね、値段がしてたんだ。だから当時は、それこそちょっとこう、高級なもんだったのね、ゲームソフトって。だからそんなに簡単に手に入れるってことできにくかったんですよ。当時はね。で、それだからやっぱり子供のお小遣い握りしめてなると、まあ昔の子供のお小遣いと今の子供のお小遣いとは、それは多少時代の差ってのがありますよ。今の子供のお小遣いってのはね、もう、なんていうのかね、昔の時代に比べて今稼ぐ方法だってたくさんあるような選択があまりものすごい広がった時代になったから、お小遣いの稼ぐ方法ってのはね、今の小学生、中学生で賢い子だったら、もう稼げるじゃない。例えばネットで稼ぐとか、ね、オークションとかそういったメリカリとかそういったものを使って稼ごうとか実力もいるだろうし、うん、なんですよ。ただ昔の時代はそんなものなかったから、やっぱりその昔の子供がかわいそうだと思って、それはそういうのないの。だからそういうのないから、もう完全に親の、ね、1年に1回のお年玉とか、まあ月々のお小遣いとか、まあそういったものだけでやり取りしてたわけ。だから今の子供の方が裕福なんですよ。昔の子供は今の子供の方がある意味裕福なの。なぜならば、今の子供って何も1年に1回のお年玉だとか、月々のお小遣いがいくらだとか、別にそれだけを当てにしなくてもいいような時代になったでしょ。他にもちょっと使えばね、買えるし、ましては今、リサイクルショップだとか、オークションだとかでも、今ゲームソフトなんかめちゃくちゃ安く手に入るじゃん。下手したら100円ぐらいで手に入るじゃないですか。110円ぐらいか。だから税込みでともね。だからそれだったらすでに小遣いを握りしめてね、お年玉とか月々のお小遣い持っても十分、こういうゲーム機安いもんだったら買っても、あに余る、まだお金がたくさん残るぐらいじゃないですか。でも昔の子供はきつかったんですよ。昔の子供は一つのゲームショットで4、5000円とかもうすごい高かったから、結局4000円も5000円も払ってしまえば、まあその月のお小遣いの1日1回分、1月分ぐらいだよね。1月分の要は1月分のお給料が全部なくなってしまうみたいな、もうそんなもんですよ。今の子供からしたら考えられないよね。今の小学生、中学生の子供からしたら、一つ首のお小遣い全部使ったんかいみたいなね、びっくりするかもしれないけど、昔の子供にとってきつかったんだよ。昔の子供はもう、一つ首のお小遣いとかがもうあっという間なくなるからね、ゲーム速度買ったりすると。うん。だすっごいきつかったんよ。だから、なんていうの、今みたいにこんな安いのなかったからね。まあ、ちょっと今のゲームソフトって、決して安いとは言い切れんだよね。今発売されてる、今の機械で発売されてるゲームソフトなんかはもちろんやっぱ高いよ。1万円ぐらいするのもあれば、4、5000円ぐらいするのもあるからね。うん、ただ、その代わり昔の発売されたゲームソフトなんかめちゃくちゃ安くなったけどね。うん、だけど当時はまあそんな時代だったの。だって当時はこれプレイステーションとか、ちょっと古くても、あれでしょ、ファミコンとかだったでしょ。で、ちょっと古いぐらいだから、ゲームソフトの値段がこんなに破格的な値段じゃないわけよ。100円だ、300円だとか買えないわけですよ。もちろんね。1000円以下なんて買えるなんて、とんでもないみたいな時代だったから。当時はまだゲームソフトが、ゲーム機自体がまだ真新しい。ファミコンにしてもちょっと古いなってぐらいの時代だったからね。だからそういう時代だったから、そういうのが出てるソフトってのは高かった。
だそんな声な時代でしたね。でこれをファイナルファンタジーに初期っていうのは、まあ大地が腐り、ね、嵐が起こり、大雨が降って、波が荒れていると。でそんな中を、このファイナルファンタジーという世界が、司会の7人のクリスタルから7人の戦士を呼び集めて、そしてそのかつての豊かだった国を取り戻せみたいなね、そういうところなんですよね。でもこれが当時は非常にあってね、だからある意味こういうゲームっていうのはどっちかというとヨーロッパ系なんですよ。日本、まあ後でも日本だって頑張れゴエモンとかああいった日本系のがあるけど、最初のやつっていうのはあのヨーロッパ系なんですよ。今いろんな国のやつがあるけどね。だからヨーロッパっていうのは要するにエジプト、古代のエジプトから始まってオリエント文明とかいうのが始まって、でエジプト時代が入って、でエジプト時代が終わってから、そのローマ軍の時代とかそういったのがあってきたでしょ。で大体こういう時代背景からいくと、ローマの時代から入ってちょっと間もない時代だよね、うん、だからちょうどそのなんていうの、キリストが誕生したぐらいの、あのくらいの時代感で言ったら多分そのくらいの時代感を題材にしてるんじゃないかなと思うんですよ。当時のコロコロの時代のいろんなゲームのね、あの趣味、あのこういう系のゲームは、こういう系の冒険的なゲームは大体元になってるのが大体キリストが誕生してきたくらいの時代の背景、ヨーロッパのね、が元になってるんじゃないかなと思うんですよ、うん、そういったものという時代ですね、うん、だからなんていうんだろう、すごいよね、うん、あの今考えてね、やっぱりそういうところはもうものすごいこう当時海外なんか進んでましたからね。だからそういったものを題材とした、それをちょっとこうもっと面白くしてやろうみたいな感じでこういう世界観が作り上げていったわけですよ。でそしてこのファイナルファンタジーの世界っていうのが誕生したわけですね、うん、だからなかなか面白いっちゃ面白いですよ、うん、でそういう風なの、だから当時では値段的には高かったんだけど、値段は高かったけど当時はまだ景気が良かったから、まあ 4,5,000円なんて稼ごうと思えば稼げちゃったの大人たちがね、うん、だから、その、なんていう、だから子供の小遣いだって、まあ、1年に1回のお年玉とか親戚とかでもらうじゃない。で、そういう時だって、まだ高い、いたしたら高いお金のお小遣いだって、ポーンともらえたわけよ。1万とか2万とかね。ただ、それでも、まあ、なんていうのかな、一つのゲームソフトにやっぱり4000円と5000円出したからね。だから、当時、子供にとって、今の子供でもそうだけど、子供にとってお年玉っていうのは、まあ、まあ会社員で言ったら給料のボーナスみたいなもんだよね。うん、ボーナスが入ってきたみたいなもんですよ。だからもう、当時はね、それでもまだ景気が良かったから、こんな高いゲームソフトが売れてたわけよ、バンバカバンバカ。でも子供にとっちゃたまったもんじゃないんですけどね。子供にとっちゃたまったもんじゃないんだけど、何もゲームってのは子供だけがやるもんではないから、若者だって当時の高校生とか大学生の兄ちゃんだってやるじゃない。そういうゲーム。だからそういう人たちだったら、ほら、もう世の中で働いてるし、稼げるじゃないですか。だから当時の、要するにこの90年代初頭ぐらいの当時の高校生、大学生ぐらいって言ったら、だいたい1970年代か80年代ぐらいじゃない。だから、ちょうどその高度急成長と言われた時代ぐらいの時に生まれた人たちだと思うんですよね。でその人たちが、今の50代、60代ですよね。その人たちがもう20代とか30代の時に、こういうゲームっていうのが進化したんだって言って、で、当時働いて給料を稼いだばっかりだけど、どんなゲームだろうって言ってやり始めた。そういう時代でもあったと思うんですね。だから、すごい稼げてたんですよ。当時はね。でも子供なんか見るけど、子供にとってはたまったもんじゃない。うん。だからある意味その、なんていうの、今の時代とはちょっと違った感覚かもしれないけども、
ゲームソフトをたくさん持っている、要はゲームソフトっていうものをたくさん持つっていうことは、子供にとってはもう夢のような世界なんです。だから、もうゲームソフトを一つ持ってるっていうこと自体もすごく裕福だったし、要するにそれをしかもたくさん持ってたら、もう大金持ちになってるんですよ。うん。というか、実際大金持ちになってますよね。ゲームソフトをたくさん持ってることって。それぐらいやっぱりその、なんていうの、お金持ちに第一歩近づく、第一歩といった感じでもあったんです、当時は。何しろ当時はゲームソフトだけじゃなくて、当時はカセットテープなんてのもあったけど、ああいったもの、ビデオテープもありましたね。でもああいったもの一つ一つがみんな高かったですから。ビデオテープだって1万円以上、1万円ぐらい下手したりするし、カセットテープだって当時5000円、6000円ぐらいしてましたからね。だからゲームソフトだってやっぱり同じように4000円から6000円、下手したら1万円、そんなぐらいの値段が平然と売られてた時代でしたから。だからそれを一つ手にするだけでも、もうお金持ちになれたんだっていう第一歩だった。うん。だから今、確かに今の時代と比べたら、お金持ちになる方法っていうのは、比較的、まあ、目の前にこだがって、目の前にそのチャンスがあったっていうか、そういった時代だったんですよね。今は逆にそのお金持ちになろうとしてもそのものが、昔はバブルとかこう景気が良かった時は目の前にあったんですよ、そのチャンスが。ところが今はそのチャンスというのがどん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 遠くの方へ行っちゃって、なかなか手に入りにくいみたいな状態になっているんです。なるしろ全体的に給料が下がり続けちゃってるからね。だからそういったことを考えるとすげえ時代だったなって、そういう時代背景っていうか、そういったふうに考えてみると、やっぱり当時の時代ってすげえなっていうふうに思いますよね。だからゲームソフトっていうのは、やっぱりそれだけ高価なものだったんです。今じゃ考えられないですよ。今じゃ映像に対して、なんで一つの映像に対してそんな1万円も5、6千もそんな高いのような払わなきゃいけないんだよ、みたいなね。ところが、昔はそういった、ちょっとやたる、あれだったんですね。それだけ当時映像化してその映像を自分だけでブロイできるっていうのがすごいことだったんですよ。だからそれだけお金持ちになるっていうことを一歩こう近づけるということだったんですね。だから当時お金持ちの家に行って、お金持ちの家の子に行ってみると、もうね、ビデオテープがたくさんあって、そこにいろんなアニメ映画がたくさんあってね、で、そこに、CD だとか、カセットテープがずーっとあって、で、ゲームソフトがたくさんあると、ゲーム機やゲームソフトがずーっとあって、なんて言ったら、もう、うわー、こんなお金持ちになりたいな、なんて思ったもんですよね。当時はね。うん。だそんな風な時代でした。だから、ある意味、そういう時代ってのは、子供にとってみたらちょっときつい時代だったかもしれないんですが、まあ、ある意味それで良かったのかもしれませんね。今考えてみるとね。うん。今の時代は逆に物が豊かすぎて、便利すぎた時代になってしまったから、結局価格崩壊なんてのも同時に起きちゃって、ガクーンと価格が下がっちゃったわけだ。昔は確かにこの時代でも大量生産ってのあったけど、今ほどの大量、ものすごい大量ってわけじゃなかったから、なんて言うんだろう。やっぱりそれだけ売れた分だけなれば、まああとは中古でしか手に入らないみたいな感じになってしまうのね。だからそういうだったから、今ほどに大量に、ものすごい大量にってわけじゃなかったんですよね。だからそれだから良かったのかもしれない。今は物がものすごい大量になってきて、豊かになってきちゃって、いろんな方法から配達ができる時代になってるんだ。だからもうなんていうの、それだけたくさんものすごいものができてるから、ゲームソフトだけでもものすごい大量の数のゲームソフトが出てるから、まあ価格もすごく安くなっちゃうものが出てきちゃったりするんですよね。でも当時はそういったものっていうのは少なかったからなんです。まあもっとも今物価高になってきてるから、もうどん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 物の値段が嫌という、もうやめてくれというぐらい値段が上がってきちゃってるから、まあある意味そういう頃の時代にこう逆戻りっていう風になっちゃうでしょうね。物が高かったことに、うん、今物が本当高い時代になってきちゃってますからね。
だからもう今こういうふうな昔の作品のものでも、もうほら、今現在からしたらもう令和の時代からしたらもう貴重品だから、これがまた令和が終わって次の時代になったら、もうますます貴重品になっちゃうから、もうこういうのももうなくなってしまったら、よほどものすごい人気がある限りは、ね、再販してくれ、復刻版で作ってくれって、もう作んないんですよね。うん、だから、そういったものっていうのももう希少品になってるんですね。だから今の時代ですらもう今の令和という時代ですらもう希少品ですよね、これ。もうだってもう平成の初期ですからね。今じゃもう手に入らない。たとえちょっとしたこれプレイステーション版として作られてたやつとしても、もう初期は初期だから。もう、なかなか手に入らない。ただこれをやってみるとなかなか面白いなっていう感じですよね。うん。というわけでね、どうもありがとうございました。